工事町の警備の皆さん聞いてください。実行委員会からあなた方に正式に公表します。今日のこの警備でここまではみ出してきているのはなぜか。今までこの報道のエリアの人はもっと後ろのそっちの柵寄りにあったのに、今までそうしてきたのに今日にかじって突然ここまではみ出してきて、この通行が大変になるのは明らかではないか。このことを課長に確認をさせたら、何だかわけのわからないことを言って、その柱からそっちの柱までの線を引いたんだ。線には湾曲も直線もいくらでもある。それはあなたらの勝手で、我々に話もないままに一方的にこういう警備のやり方をやる。これに対するあなた方はどういう責任を取るんだ。わざわざこうやって我々に対して挑発をするのか。もう一度課長にきちんと伝えなさい。我々絶対こういう不当な、だんだん我々の行動の枠を狭め作るような工事町の警備のやり方は絶対許さない。必要ならば我々は攻撃して抵抗する。もう一度きちんと課長に伝えろ。会合の冒頭に実行委員会を代表して正式にあなた方に抗議をする。必ず伝えてください。戦争法案絶対反対。そして憲法を守る、そのような立場で子どもたちの未来を守りたい、その思いでいっぱいであります。私事でありますが、私には6人の孫がいます。何としてもこの子どもたちを守りたい。戦争法案に反対する野党各党、国会議員は皆さん方のこれまでの粘り強い行動に勇気と元気をいただいて頑張ることができました。皆さん本当にありがとうございます。昨日の特別委員会で安倍総理は、国民の支持が広がっていないのは事実だ。しかし一日も早く成立させたいと言いました。Get in.